い、どうも、まさるです。今日はですね、こちら、伊勢エビっていう食材ですね。それでは、まずはバケ映像からご覧ください。はい、今日はですね、伊勢エビ漁解禁ということで、海に来ております。で、今、時刻はですね、こちら、23時17分です。伊勢エビ漁解禁がちょうど0時っていうことで、今、それを待ってると言ったところですね。はい、もうウェットスーツも着て準備万端です。はい、まあ、今後ろが港なんで明るいんですけど、こっちとかねやばいでしょ、真っ暗ですよ。この海に今から入っていきます。はい、そしたらこれで伊勢エビを取ってきます。はい、それでは行ってきます。うわ、ちょっと怖いな、高くて。行きます。今日はですね、伊勢エビ漁解禁日ということでですね、0時から夜明けの朝5時ぐらいまで、約5時間ほど潜ってきました。で、僕はですね、まあ、今回が初めてということで、岩の表面に出てきてる伊勢エビばっかりを狙ってたんですけども、もう他の人たちは自分の体がギリギリ入るような穴に体を突っ込んで、で、そっから岩の中の洞窟を通って、で、伊勢エビを取ってまた別の穴から出てくるっていうことをね、やってたんですけども、もう僕は怖いんでね、それはね、真似できなかったですね。で、まあ、本当にね、危険な漁法で、結構ね、死亡者も出てるし、誰に聞いてもね、死にかけたエピソードの一つや二つはあるんですよね。例えばですね、光に飛び込んでくる、1メーターぐらいの大きさになる魚がいるんですけど、そのダツが首に刺さって死にかけたとか、岩の洞窟の中に入ったはいいものの帰り道が分からなくなって死にかけたとか、まあ、やっぱ水の中なんでもちろん息はできないし、洞窟の中で水面に上がることもできないんで、もう聞くだけで恐怖ですよね。はい、ということで、そういうエピソードを聞かされた上での初めてのね、伊勢エビ取りです。はい、それではね、そろそろね、解説していきましょう。ヒット、こちらはですね、長ブダイですね。まあ、夜の魚はね、寝てるんで簡単につけます。で、まあ、こんな感じでね、普通にかなりの数伊勢エビ逃しましたね。うん、意外と難しいです、これ。こちらはゾウリエビですね。俺はね、伊勢エビよりうまいんじゃないかなと思ってます。赤ちゃん伊勢エビですね。これ可愛いですよね。これ金量サイズなんでね、取れないんですよ。さて、潜って伊勢エビをね、探していきましょう。結構ね、岩の下とか覗いたら普通にいたりするんで、潜ってね、探してる感じですね。いました、ゲット。こちらは南洋ブダイですね。なんかブダイの仲間はね、完全に寝てることが多いんで簡単ですね。さて、こちらはアジアコショウダイですね。狙いを定めてヒット。どうやらね、動脈に当たったっぽくて、めちゃくちゃね、血が出ていきましたね。ちょっと突きどころが悪くて、ちょっと結構ね、暴れてます。はい、抜けてしまいました。抜けてしまったんですけど、まだ寝ぼけてるんで、もう一回狙いを定めていきます。ヒット、それではですね、陸に戻っていきましょう。はい、それでは初の伊勢エビ漁が終わりました。今時刻は5時40分ぐらいですね。はい、朝になりました。早速ね、ちょっと結果を見ていきましょう。はい、結果はこんな感じですね。だいたい12匹ぐらいかな。ね、下手くそなんでね、足がもげてますね。こうなるとね、ちょっと安くなっちゃうんですよね。で、このでかい貝が夜光貝ですね。まあ、多分ね、解禁日でいっぱいみんな出してると思うんで、こういう足がないやつとかは値段つかないんじゃないかな。とりあえず競り出していますけど、ちょっとこれもう漁師の特権ですよ。取れたてです。ぐちゃぐちゃに悲惨なことになってたんで、どうせ売れないんで食べます。全然噛み切れない、うまいわ。今日はですね、伊勢エビ漁解禁ということで、まあ、解禁の0時から夜明けの、まあ、朝5時ぐらいまで潜って、いくらぐらいになるんやろうなと思って、朝9時に競りがあるんですけども、まあ遅いよね、島だから。うん、でそれでね、競り出そうと思ったんだけど、まだ僕その時ね、イケスを買ってなくて、競りまでにほとんど死んだよね。でもまあまあまあいいかと思って競り出したら3匹しか売れんかった。そう、徹夜して潜ったのに手元にめっちゃ戻ってきて、どうしようかなと思って浜口さんにね、冷凍して送っといた。
まあ売れ残りってなんでみんな内緒でお願いします。はい、で今日はですね、後日イケスを買って、でそこで生かしといた伊勢海老を食べていきます。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらは伊勢海老ですね。ちょっと見えにくいな。よーく見たらね、模様が違うの分かると思うんですけど、こっちの緑の方が姉妹伊勢海老で、下に、うわ、下にいる赤いのがカノコ伊勢海老っていう種類ですね。なんでね、両方とも、まあ、いわゆる伊勢海老とはちょっと違う種類の伊勢海老ですね。ちょっと取り出してみますか。そう、なんで俺触るの嫌がってるかっていうと、めっちゃ手に刺さるんだよ伊勢海老って。ちょっとあんま見えないかもしれないけど、手ボロボロなんだよ。これとかもうボロボロだからね、伊勢海老のせいで。いきます。元気だな。わー、2匹とも出てきそう。はい、こちら姉妹伊勢海老ですね。まあ足がねかなりなくなってるんですけど、これはね俺が取るのが下手っていうのと、あともう一つは脱皮した手でふにゃふにゃなんですよね。でイケスで共食いされたのもあると思います。やっぱちょっとこのままだとかわいそうなんで、氷締めしましょう。氷水。そしたらカノコ伊勢海老も見ていきましょうか。いきます。わあ、元気だ。めちゃくちゃ元気。こんな感じですね。すごくない？なんか裏側とか見るとさ、ほんと虫に見えてくるよね。ちょっと姉妹伊勢海老よりはね、ちょっとね赤っぽいんですよね。島では赤エビとか言われたりしてますね。ちなみに値段はそんな変わんないんですけど、これもね氷締めしましょう。うわ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 。はい、締まりましたね。まあ多分痙攣でちょいちょい動くとは思いますけど、はい、こんな感じですね。まあ並べてみるとね結構わかるんじゃないかな。なんか全然ね見た目とか違いますよね。ちなみにねこっちがね 500g ぐらいで、こっちは 600g ぐらいですね。で姉妹伊勢海老はね本当にね大きくなるんで、大きいやつと 2kg ぐらいになるんですよ。まあそれもねまた撮れたらね動画にしようかなと思ってるんですけども、そう、脱皮したてっていうのはねちょっと伝えたいんですよね。こっちはね脱皮したて硬いんですけど、こっちはね脱皮したてでふにゃふにゃなんですよね。で今日はねせっかく2種類いるんで食べ比べをしていきます。まあ刺身と鍋でいきましょう。ちなみにねまだカノコ伊勢海老ね僕食ったことないんで、そこもねちょっと楽しみですね。それでは調理していきましょう。まあ、伊勢海老ねほとんど料理したことないんで、あんまりね料理方法わかんないんで、ちょっと手探りでいく感じですね。とりあえず触覚がすごく邪魔なんで、触覚を切り取っていきましょう。どうやって切ろう。なるほど、小さいやつも取っていきましょう。本当にねチクチクしてるんだよね全身が。じゃあ胴体をね外していきましょうか。いやー痛いなー。伊勢海老漁はねマジでね手怪我するからあんまり好きじゃない。よいしょ。おお、いいねー。まだここはそんなに美味しそうに見えないか。やっぱね脱皮したては超さばきやすい。まあとはいってもねちょっと脱皮して時間経ってるんであれなんですけど、本当にね脱皮したてはねそのまま唐揚げにしてこの殻ごと食べれるんですよ。幻の伊勢海老とかね言われてたりして、まあ、それもねまたいつか動画出そうかなと思ってます。うわぁ、いいね。ピヨ、鮮度が良すぎてまだ動いてるよ。ピクピクしてるね。でもこっからはね、ハサミでいきましょう。ここをね、切っていきます。なんて言うんだろう、ここ。端っこ。包丁でやった方がね、かっこいいけど、やっぱハサミがね、楽なんだよね。やっぱね、包丁はね、むずい。ハサミが楽。なんかね、冷凍するとね、すごい殻が剥きやすいらしいんですけど、締めたてはね、結構ですね、しっかりひっついてるんだよね。うわー、これやばいな。で背中も爪を入れて外していくと。あ、でもやっぱ脱皮したてだからこう剥きやすいな。うわー、もうかぶりつきたい。めちゃくちゃ美味しそうじゃんこれ。やばくない？うわー、イモムシみたい。そしたらねカノコ伊勢海老もやっていきます。あ、やっぱ硬い。あー硬い。ここも切っちゃうか。さてさて外していきますか。身は色違うのかね種類で。さっきと全然違う外れ方が。めっちゃひっついてるこっちは。うわー難しいな。脱皮したてはやっぱ剥きやすいのかな。ほとんどさばいたことないんでね正直わかんないんですけど、これまな板がちょっと青っぽいと思わないですか。まあ、人間とは違ってエビとかの甲殻類は血液の成分にヘモシアニンっていうのを持ってるんで、血がね青っぽいんですよね。てか血がめちゃくちゃゼリーになってる。何これ、すごくない？これ時間経ってないからね。めっちゃ血固まるじゃん。すごいすごい。待って、包丁にもついてる。ちょ、これ食べてみる。エビゼリー、ちょっとエビゼリー食べてみるわ。
うわ、なんかね、金属と塩味のゼリーだわ。まあ、人間の血液ってヘモグロビンっていうのが使われてて、それって鉄が含まれてるから金属っぽい味がするんですけど、エビのヘモシアニンは銅が含まれてて、なんか銅だからそんな金属っぽい味しないだろうなと思ったんですけど、普通に金属っぽい味するわ。てか普通の伊勢エビは食べたことないんだけど、普通の伊勢エビもゼリーできるのかな。どうなんだろう、初めて見た。はい、それではね、背わたを抜いていきます。いきます。やっぱ背わた取らないとね。はい、ちょっと待って、どっちがカノコ伊勢エビだったっけ。やべえ、分かんなくなっちゃった。ちょっとどっちだっけな。あれ、こっちの背わたは綺麗ですね。ほら、背わたが透明。いや、思い出した、切り方で分かった。こっちが姉妹伊勢エビで、こっちがカノコ伊勢エビだわ。そしたらこれ半分だけ刺身にしていきます。こっちがカノコ伊勢エビ。おお、プルプル動いてる。うまそうだね。これも半分に切っていくと。はい、そしたらですね、次は足をね、外していきます。うまく外れるかな。結構簡単に外れますね。まあでも伊勢エビってさ、こんな 100% 美味しいから、煮て物のワクワク感みたいなのはないよね。どうせうまいんでしょっていう。あれはプライスレスだからね、あのワクワクは。これさ、思ったんだけど、もげるんじゃない普通に。あ、もげるじゃん。普通にもげますね。手がめっちゃ痛い。じゃあ姉妹伊勢エビもね、もいでいきましょう。これふにゃふにゃしてもげねえ。脱皮したてから切らなきゃいけないんだね。で、これ食べれるように割んなきゃいけないんだよね。どうなんだ、俺甲殻類本当に調理したことないから、あんまりやり方わかんないんだけど、多分ね、こういうところで身をね、取り出していくんだよ。ちょっと待てよ。そう、こんな感じでやるんでしょ。これむずいな。ほら、これでね、食べれると思います。まあ、このね、足先の方はほとんど身がないんで、今回食べません。こっちだけですね。これ結構楽しいわ、音ゲーみたい。めっちゃ吹き飛ぶんだけど。これさ、難しくない？なんかみんな普通にやってるけど。これ手切れそうで怖いです。めちゃくちゃむずいぞこれ。何これ、バチクソむずい。諦めようかな。これ無理だ、マジで難しいやつだ。舐めてた、これ職人技だわ。諦めます。諦めるわ。とりあえず割りはしとく、食べやすいように。はい、そしたら最後に頭を割っていきます。口の辺から包丁入れて。皆さん、いきますよ。オープンします。いくぜー。うおー、これはやばいね。めちゃくちゃ美味しそう。そしたら姉妹伊勢エビも割っていきます。まあ、こっちはね、超簡単だと思う。脱皮したてだからね。おー、柔らかい、楽だね。いい子だわ、脱皮したて。見て、全然味噌違う。こっちが島で、こっちはカノコ。なんか島の方が全然美味しそうなんだけど、どうなんだろうね。すっごい綺麗な黄色だよね。はい、そしたらね、野菜を切っていきましょう。野菜ってさ、一人前買うことって不可能だよね。めっちゃ多いんだよな、毎回。まずは芯を取りましょうかね。あとは適当でいい気がするんだが、まあこの硬そうな部分はね、薄く切っときますか。ちょっと薄くね。よし、オッケーオッケー。そしたらネギも切っていきましょう。あんまりね、俺のチャンネルで野菜切ることないよね。これ水菜ですね。よし、オッケー。鍋の具材が出揃いました。まあ、これに関しては正直もうどれがどれかわからなくなりそうなんで、まあ後でね、しゃぶしゃぶみたいな感じでね、食べていこうと思います。で、これね、あらかじめ昆布戻しときました。そしたらね、盛り付けていきますか。野菜が多いんだよな、マジで。もうちょっと小分けして売ってくれればいいのに。ここに伊勢エビでしょ。これさ、思ったけど2匹使ってるってめちゃくちゃ豪華じゃない？最高の出汁が出ると思うよ。ちょっとごめん、最初に感想言っていい？うまいわ。うん、もううまい。はい、そしたら火を入れていきましょう。はい、そしたらね、最後に刺身切っていきましょう。結構食感がありそうなんで、ちっちゃくね、切っていきます。これ切りづらいな。
それでは開けていきますか。いきます。あっつっざっざ。おお、あっつい。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。ちょっとね、まず刺身からいきましょうかね。じゃあ最初にカノコ伊勢海老からいきます。いただきます。いや、めちゃくちゃうまいわ。じゃあ次は島伊勢海老いただきます。うまいね。姉妹セミの方がね、癖がないような気がする。ただなんかね、カノコイセミの方が甘いような気がする、まあ、ただね、そんなに違いはない。ほぼほぼ一緒ということで、しゃぶしゃぶしていきましょうか。最高です。これはやばい。じゃあポン酢にくぐらせて、もういただいちゃいますよ。これ絶対うまいでしょ、こんな。めちゃくちゃうまいね、まあ、ただ今ちょっと半生ぐらい食べたんだけど、ちゃんと茹でた方が美味しい。うん、じゃあ姉妹整備もね、いきましょう。大葉がめっちゃくっついてくるね。でもこれ足も全部入れちゃおう。うん、オッケーオッケー。熱いマジで。じゃあ姉妹整備もね、こう食べていきます。うわー、うまそうだな。やばいぞ、あっく。一つ言っていいですか、めちゃくちゃうまい。あと一つ思ったことは、伊勢海老結構ね硬いんで、でかいまま食うとすっごい食べづらい。絶対にちっちゃく切った方がよかった。これ調子乗ったわ。うん、ちょっとね、伊勢海老の味の違いを説明しようと思ったんですけど、本当に全然わからん。マジで一緒、ほぼほぼ一緒の味がしますね。じゃあせっかくなんでね、足も食べてみましょう。おお、なんかね、足はカニっぽいんじゃないかなって想像したんだけど、全然エビの身プリプリしてる。へえ、こんな味なんだね。足うめえわ。もう最後はあれでしょ、味噌でしょ。これ見てよ、最高でしょ。これはね、もうポン酢つけずにそのままいく。あっついな。うん、なにこれ、めちゃくちゃ濃厚なんだけど。これよこれ。これなんか味噌異次元にうめえな。やばい、コクと旨味だけでできてるようなものを食べてる感じ、めっちゃくちゃうまい。これはうまいぞ、半端じゃない。はい、それではごちそうさまでした。やっぱりね、エビはうまいですね。で、ちなみになんかカノコイセエビの方は味噌がね、もう鍋に溶け出しちゃってて食べれなくて、ちょっとそこは残念でしたね。で、今ね、コロナでイセエビの値段がめちゃくちゃ下がってて、もしね、イセエビ食べたい人いたら今がね、買い時だと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。